最高ですね。はい、ありがとうございます。今日は今日この会場にスペシャルゲストの方が来てくださってます。瀬戸内寂聴さん、私はねこれ聞いとけないんですよ。若い子だからね、全然しか考えてません。この間冗談でやったのさ、結構出ちゃったもんね。富士山の前だったら笑われちゃったんですよ。わねきよ、わねき。はい、では改めまして。会社に勤めてる頃から、はい、ずっとあのマルカンのお仕事をしてたんです。あ、はい、で、会社あの定年になって、うん、ちょうど定年になる間際にもうお近く の、 あの105歳でもその時は103歳で知り合いのおばあちゃんがいて、はい、でついあの16日に亡くなっちゃって、はい、105歳で毎日会いに行って、うん、手を握ったりお話ししたりして、うん、本当になんか会いに毎日行ったのに、うん、明日くらい行かなくてもいいのかなって、うん、ここに来る前ももう亡くなった顔を見てきて、今日はお葬式、昨日はお通夜、毎日その1日2回また顔を見ては、うん、本当に今日は恵美子社長に声かけたら行ってくるねって言って、もう今日はこれから必要だったと思うんだけど、で、なんだろうな、結構孤独だっていうこと、孤独っていうか、あ、あ、もう一回穴があったというか、あのとにかくもう天命ですよね、それを天寿っていうんだよね、うん、だからその最後に綺麗な扉が見えたっていうのはもう天国の扉が見えてたんだと思いますね。それでもう一つはそれだけ長生きした人って徳相当積んできた人なんだよね。とにかく自分を大事にしてると思います。じゃないとボロボロになってる人はまず体がダメだっちゃう。この世の中っていうのはあの体という船がないとダメだしね、考え方もちゃんとしてないと長生きできないから、この2つをちゃんとバランス取れないと長生きできないの。でそれでもう一つですね、人間っていうのは感情で亡くなった人たちがいなくなるっていうのは寂しいって感情あるのは当たり前なんですよ。ところがその時にこういうことですよ、いいですか、あの死んだ方が縁が濃くなるってあるんです。生きてる時も縁があるんだけどさ、よくね、親が亡くなっちゃってしばらくしてからお母さんのこと、お父さんのこととかね、おばあちゃんのこととか、亡くなった時の方がいろんなことを思ってあげられることってあって、縁が濃くなるっていうことがありますから、別に死んでてもこうやって思ってくれてるってことは縁が濃いんです。だから死んだから縁がなくなってるんじゃないんだよ。そうです、だから全然寂しい気持ちじゃないんで、いつも会話してればいいんだよ。あ、そうですよね、うん、見えないだけで。そうです、会話してればいいんです。わかりました、はい、で嫌なことがあったらそういうふうに言ってもいいしさ、ただ嫌なこと言ったらさ相手は嫌がるからさ、あ、言えないなって思ったらさ会話してたって楽しいでしょ。楽しいです。はい、さあ一回ちょっと話します。ありがとうございました。あの旦那さんのことを思い出すとき楽しかった思い出をいっぱい出したということですよね。で万が一成仏したいとしたら未練が残ってるのは楽しい思い出がないからですね、記憶に出てきてないっていうことは、奥様が楽しかったよっていうこととか褒め言葉とか楽しかったこといっぱい言ってくれると、ああ自分って楽しかったな、そういえばとか、あ、自分って結構いいやつだったんだなとかって認めた瞬間に光的にいけるんだよ。愛を感じるからね。だから愛があれば勝手に成仏するから、あなたがやることは、旦那さんの褒め言葉で楽しかったよとか、あなたがいてくれて助かったよってこといっぱい言ってくればいいんです。もうそれだけでいいんです。あとは自分自身が幸せになることを徹頭徹尾考えてね、
そしたら安心して向こう行きますし、それから光の国からの愛を感じたら未練はない。よろしいですか。はい、じゃあその大丈夫。それと同時にね、やってけるんだったらファンタジービームでもいいしね、あやってあげたらいいんです。うん、光のぐるぐる巻きにしてね、はい、あなた行きなさいよってね、もう言ってるかもしれないよ。それでよくね、亡くなるとね、白い光の玉来たら乗りなさいってひとりさん言ってくれって言うんですね。あの白い光の玉を迎えに来るのにね、乗らないの。乗らない人がいるの。なぜかっていうと、光の玉はね、定海しらかえてくるんですよ。あの向こうの国に来るのに、守護霊さんが親、ね、亡くなったじいちゃんばあちゃんとかね、誰が行ったらね、速やかに乗ってくれるかって、迎えに来るのに乗らない人がいるんだ。うん、だから光の白い、あの光の玉に乗ってねってお葬式みたいに言ってあげてください。上あたりで浮いてるからね、お葬式には必ず浮いてます。上に、おーい白い光の玉乗ってきなよって言うの。そう、早くね、幸せなね、幸せな黄泉の国行けるからねって言ってね、まあ、そういうだけでいいんですね。うん、よろしいでしょうか。大丈夫です。はい、全く聞こえないです。ファンタジービーム何？大丈夫の、はい、あの、結構もうね、ファンタジービームの方やってみたらいいと思いますよ。大丈夫大丈夫でね、大丈夫大丈夫っていうことは、今現実の自分は大丈夫、亡くなっても大丈夫って言ってあげると大丈夫なことが起きるっていうことなんですね。でファンタジービームっていうのはエネルギーを発光の光を送ることになりますから、それはそれでそっちの方が強いので、ファンタジービームやってみたらいいと思います。あと大丈夫ってことはね、やりながら大丈夫大丈夫自分に言ってるわけですから、大丈夫のやつもやったらいいと思いますけどね。はい、両方やったらいいんですよ。うん、そんな気が済むでしょ、性格的にね。貴重面そうな顔してるわ。ありがとうございました。はい、今年になってから結構あの身辺がすごくこう変化が激しくて、うん、まあ、あのおかげさまで出世できた、あの、まあ、昇進できたんですけど、すごい。ただそのあの職場もですね、違う職場、今まで全然やってない仕事でやりなさい、だから今までやってた経験は全部もうゼロからスタートっていうのになっちゃって、まあ、それですごく大変なのと、子供たちが、まあ、あの3人子供いまして、うん、それの2人はもうあの今年4月から就職なんですけど、うん、もう一人がもう東京とか行ってしまって、だからあのなんかちょっと家庭環境のせいから職場の仕事の環境もすごく変わってしまって、うん、でそこをそういう過渡期の中にですね、不安っていうか、うん、まあ、なんとかこなしてるんですけど、うんうんうん、こうどうなっていくんだろうっていうと不安がちょっとすごくあるんです、うん、いや一瞬一瞬を一生懸命出し切ればいいんですよ、うん、あの過去に行ったり未来に行き過ぎないで今を、今を楽しく一生懸命なんか楽しく考えながらやってれば不安はない、うん、なので前に行ったり後ろに行ったりするから今に行けないから不安が起きる、うん、だから今を現実に楽しい妄想しても何でもいいから、今を一生懸命生きることが明日が楽しい、明後日が楽しい、過去が楽しい、そして、あのやれる範囲でいいんだよ仕事なんて、うん、で環境変わっても大丈夫って言ってればいいんです。あの不安に思うからそこは不安なことが起きてくる、うん、はい、でも大丈夫ってさらっとしてればいいです、うん、はい、さらっとやってのけるよって言ってればいいんです。さらっとやってのけるっていうことを口癖みたいな、さらっとやっちゃったってね、はい、さらっとやっちゃったっていいんじゃない、うんうん、あ、俺って何でもさらっとやれちゃうんだって、うん、さらっとが言ってもらうんですよ、はい、不足の時代がワッと起きてくる、あ、不足の時代って大丈夫、さらっとやっちゃったこと、言葉のね、はい、言葉のあの言霊が引き寄せるから、はいはい、さらっと解決しちゃうんだ、はい、すごいことが来ても、あれ、さらっと解決しちゃったねって言ったんだ、さらっとしか来ないんだよ、あ、はいはいはい、だから不安なことやってるの、不安なことにガーンと来るの、なんか来ても大丈夫、さらっと解決しようとか大丈夫とか、さらっとって言葉がいいと思う、さらっと、あんまり受け止めない、受け止めよう、受け止めたら受け止めたことしか起きません、だから受け止めないの、さらっとがいいな、うん、それが合いそうです、さらっとって言葉が、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
っていうよりね、さらっとどうなってるわ。2歳前にびっくり腰やってたんですね、うんうん、びっくり腰やって、うん、だけどどうしても痛くて新幹線もきつくて、うん、もうなんとか行ったんですね、うん、そしたらひとりさんとか社長さんが出てきて、ひとりさんが出てきた時に思わず走ってたのよ私、うん、びっくり腰なのにで、と思ったんですけど、うん、まあこれまだかなと思って、まあ、3回目なんですけど、今度は、ね、行く前に今度は膝をやってしまって、うん、でまたその時も何を受けるかなと思って、やっぱり一人さんが出た瞬間にやっぱり走ってたんです。でそのさすがさってくれえ、まず最初のぎっくり腰と膝に関しては結局脳が主役だったってことですよね。あなたにとって体のあれよりも脳がハイテンションになったらすっかり忘れるということですね。優先的は脳が主導権を握っているんですね。それともう一つの前世が見えちゃったっていうのは、それはそれで、まあ、そういう人いるんです、たまにね。でそれが別に怖いことではないんですね。ですごいことでもないし怖いことでもない。なぜかって死んだら全員が見えるんですね。たまたま先に見えちゃっただけで、でそれを楽しくね切り替えるんですね。で親子だったんだったら、いやじゃあ感謝だなって旦那さんに向かって思えばいいし、それから旦那さんの記憶が消えていくのは、旦那さんはね心配で不安がいっぱいあったから忘れたかったんですね。ね、だから認知症の人っていうのは心配で不安症なんです。だから大丈夫いっぱい言ってあげてください。そしてもう一つは、人間やがては死ぬんです。でも脳も忘れて記憶がなくなった段階で死んじゃうかもしれない。死ぬっていうよりさ、記憶が死んじゃうんですね、体じゃなくて。だからこそ今を楽しく生きる、二人で。忘れたっていいじゃん、あなたの記憶には残るの、楽しい記憶が。旦那さんには潜在意識の中に残ります。そうすると来世がいい思い出で出てくる。そして今も潜在意識に貯金ができるので、楽しい貯金が、例えば認知症になってても残る。そう思えばまた違うんでしょ。はい、よろしいですか。ありがとうございます。はい、どうも、よろしくお願いします。先日ですね、うちの長女が卒婚してきました、はい、でその卒婚が皆さん巷の人ではわからないそうで、うん、でひとりさんは卒婚って言葉くれて、本当に私今幸せで結婚を卒業してきたってことで、本人もすごくそれがその言葉が嬉しくて、さんまさんが言ったバツイチバツ2ではすごく本当に人をね、すごくショック抜けるんですけど、卒婚がすごく嬉しくて、本人が今論文で頑張ってるんです。本当にひとりさんにその言葉作っていただいてありがとうございます。何も質問されて、じゃあお礼ですねなんかこの間テレビ見たらさ、世界で一番離婚率のね、そう最高の国があってさ、大体5、6回は当たり前なのねもう石投げたら10回ぐらいしか当たったりするまあ、そういう国もあるんだから、それでね、それよりもね、我慢する、さっきも言ったけどね、我慢することがダメなんですよ。我慢して自分が嫌な思いすることの方が離婚より悪いってひとりさんは言ってます。そうですね、ひとりさんの卒婚のところ皆さん勧めてほしいのでじゃあ言っときますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。よろしくお願いします。